金沢夢街道2024能登半島地震復興記念パレードがスタートしてまいります。パレードの先導役は飯田高校吹奏楽部、緑ヶ丘中学校吹奏楽部、尼崎児童館バトントワリング部の皆さんです。去年に続いての参加となります。今日はコメントをいただいております。私たちは能登半島の先端珠洲市よりやってまいりました。1月1日に発生した能登半島地震により普段の生活が一変し、学校生活も部活動もままならない状態が長く続きました。新たな気持ちで新年度のスタートを切り、いろいろな活動ができるようになってきました。まだまだ不自由な生活は続いていますが、たくさんの皆さんのご支援をいただきながら日々活動を続けられることに感謝しております。大変少ない人数での演奏でもありますが、今の私たちの活動の成果を皆さんに届けられるよう演奏いたします。どうぞお聴きください。沿道の皆様の近くを通るときには大きな拍手とご声援をお願いいたします。それではお待たせいたしました。金沢夢街道2024能登半島地震復興記念パレードスタートです。Thank you.
陽気な声援をお願いいたします。福井から駆けつけてくれました。能登半島地震の元気につながればという気持ちで駆けつけてくださいました。大きな声援を